ジョイス君、君のフルネームって確か…ジョフリー・ジョイス・ヨウやったよね。でもパパはずっとジョイスって呼んではる。あれってミドルネームやないの？お父さんは僕のことをいつもミドルネームで呼ぶんです。ジョイスはお父さんの尊敬する友人の名前だってお母さんが言ってました。ジョイスは偉大な人。お父さんは彼を称えたくて僕にその名前を付けたそうです。でも、僕はいつか大人になりますよ。大人になったら、ジョイス君とは呼ばないでくださいね。先輩、ジョイスって名前聞いたことあるような、何度も耳にしたんやけど、どこやったっけ。みんな、準備はいい？はい、隊長。キャロル、いつでも行けます。ええ。あなたたちも気づいてると思うけど、セントフォンテーヌの様々な異常現象から、この都市の裏に何か強い勢力が隠されていることが考えられる。そしてセントフォンテーヌの住民ベルトさんと私たちが遭遇した状況が、この勢力は人類に敵意を持っていることを証明している。今のところ敵の素性、正体、目的ははっきりしていない。キャロルがアテンマ城と名前を付けた場所にきっと何か秘密があるのはわかるけど、中の状況に関してはまだ何もつかめていない。
よって第三小隊の次の任務はアテンマ城の調査。できるだけ情報を集めて黒幕の正体とその目的を暴くことよ。隊長として注意しておくわ。今回の任務には計り知れないほどのリスクがある。実はね、意見が分かれたの。片方は兵は神速をたっ飛ぶと思ってなるべく早く行動して敵の目的と実力をはっきりすべきと主張する。もう片方は今回の相手は今までと違い、リスクを最小限に抑えるために兵力を集中してから行動をするべきと主張する。正直に言うとね、今回は行動に賛成してるわ。さまざまな現象から黒幕はすでに行動を開始したと考えられる。セントフォンテーヌはまるで時計のない時限爆弾のようなもの。いつ爆発するかわからないし、どうなるかもわからない。私たちに残された時間は多いかもしれないし、少ないかもしれない。でも天命は人類を守るためにある。それはつまり人々の命を天秤にかけた決断に冒険は許されない。いいお知らせは一つあるわ。四つの小隊の中で4体がまだ連絡できてないけど、1体と2体はもう司教様の命を受けてセントフォンテーヌに向かってるわ。でも到着するまでまだ時間がかかるわ。それに長引くと面倒なことが起こりうるからね。問題あらへん。今回はうちらに任せて。隊長の統率があればきっとあらゆる陰謀を打ち破れるはずやで。ポジティブ思考はいいことよ。すべてがうまくいくといいわ。とにかく今回の任務は何か目標を達成しないといけないわけじゃない。黒幕を見つけ出し、その計画を阻止し、セントフォンテーヌを救うなんてできたらもちろんいいけど、力相応に進めるのも大事よ。あなた、キャロル、約束よ。第三小隊は無事に帰還すること。
人も欠けてはいけないから。はい。じゃあ準備ができたら出発しましょう。メイ。はい、司教様。私の態度、あなたは分かってると思うけど。はい。でも、もうただ待っているだけなんて嫌です。他人が手を差し伸べるのをただ待つなんて、もうあんなことが起こってほしくないんです。美しい世界を守るためにという、あの子の言葉のためだけでも私は諦めません。私にできることがあったら私はそれをします。守るべき人がいる限りこの剣は休みません。安心して任せてください、テレサさん。あまり無理しないで。これは司教としての指示ではなく、一人の友人としての願いだから。はい、気をつけます。あなたの隊員たちもよ。彼らを連れて帰ること、いい？ええ、彼らを守りますから。それとあの人はきっとオットー・アポカリプスじゃない。私に気を使う必要はない。いってらっしゃい。承知しました、司教様。わかった。一気に。いつの間にかこういうものがセントフォンテーヌのあちこちにある。隊長、ここの放射反応が強く。素材回収完了。セントフォンテーヌがますます危険になったわ。これ以上待ってたらどうなっていたかわからないわね。
前に進みましょう。この世界にはまだ崩壊が残っている。油断禁物よ。足元に気をつけて警戒するように。目標地点確認。セットフッフッ。総員集合、出撃フッ。ソラが赤いね。あなたのアテンマ城の…うちのちゃうよ。強い怪物が。総員集合、出撃、チャンスよ。承知した。素材習得了解。わかった。隊長、目標を発見しました。たやすいこと。承知した。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。オーブ発見。分かった。遅い。
ますよ。Thank you.
承知した。遅い。了解。わかった。どうやら私たちの行動は全て敵に見られてるようね。大変や。きっと準備万端でうちらを待ってるで。あなたはどう思う？とにかく最後の準備をしましょう。トラブルではないわ。キャロルよ、やっと始末書を出してくれたわ。始末書を書くようには言ったけど、まさか紙で出してくるとはね。ちょうどよかった。これをパソコンに入力してくれる？ありがとう。始末書。神州にはこんな言葉があります。死はもって好奇ならざるべからず、任重くして道通し。私たちにはさまざまな責任があります。この世に生まれたからには責任から逃れることはできません。聖フレイヤ学園の生徒として、天命特殊部隊第三小隊の準隊員として、私は主教様、隊長、先輩、そしてクラスメートの信頼を裏切りました。とても後悔しています。
未知の敵との戦いを前に、私は惰性に屈し、黒くなるのが怖いなんてことを言い訳に、家出という理性を失った行動をしてしまいました。家の壁はとても高いですが、私には優れた跳躍力とバランス感覚があります。ですので、何事もなく壁を飛び越え逃げました。そして、追跡を避ける能力を駆使し、パパとママの捜索から逃げました。家でしていた日々の中、私は寝ても食べても安心することができませんでした。毎日涙で枕を濡らし、後悔していました。私が勝手に逃亡したせいで、隊長と先輩に迷惑をかけ、両親にも心配をかけました。故に私は自首を選びました。自身の態度で過去の過ちを正そうと思います。これからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。引き続き体調を目標に努力します。最後にもう一度謝らせてください。申し訳ありませんでした。キャロル、最近のあなたはよく頑張ってくれたわ。ルールに従ってそろそろパフォーマンスレビューする時よ。パフォーマンスを元に評価し、将来の発展にアドバイスをするの。パフォーマンスレビューには
いくつかの項目がある。まずは最近行ってきた任務とその結果を報告しなさい。どこでそれを覚えてきたの？今は冗談を言ってる場合じゃないわ。ちゃんと答えなさい。次は自分のパフォーマンスに自分で評価をつけてもらうわ。優か不可で評価するなら、あなたは自分をどう評価する？うん、いいわね。その自信は気に入ったわ。次の質問よ。自分の強みと長所は何だと思う？では自分の短所は何だと思う？この点に関してはキャロルを見て勉強するといいわ。自己評価はここまで。何か質問はない？それは2日以内でまとめるから、後でわかるわ。まあ、今すぐ知りたいよね。ルール違反でもないから、教えてあげるわ。私の評価は、優よ。セントフォンテーヌのことも、その前の任務も、あなたはよくできたわ。私から見て、あなたの強みは、リーダーシップと冷静沈着なところよ。前者は、戦友に対する気遣いと理解が必要だし、同時に形勢判断する力もあるということ。後者は優れた能力よ。いざという時に周りの人があなたを信用できるということだから。欠点に関しては、まあ今話すとダメージを受けるでしょうから。後で自分で読むといいわ。
ば武器は使いこなせてる？それならいいわ。その剣は天明の科学研究部があなたの体質をもとに特別に作ったものよ。男性の持ち主が女性に劣らない力を発揮できるよう、剣身にはある特殊なものが埋め込まれているわ。それは周りの環境から崩壊エネルギーを吸収、蓄積、放出することができる。あなたと共に戦う崩壊獣みたいなものね。問題はこれは科学研究部の初の試みで、この試作型には潜在的な危険性があるかどうかが未知って点よ。この武器にリスクがあるのなら軽率に使わない方がいいって反対したわ。でも向こうがあなたの意見を聞きたいって言うから。いい覚悟ね。覚えていてほしい。あなたの体は他の人より崩壊エネルギーの増幅を受け入れやすい分、崩壊エネルギー過量になりやすいリスクもある。天明が開発した抗ゾンビ化薬剤にも限度がある。一度崩壊エネルギーの侵食を完全に許せば普通の人間に戻る方法はない。あなたのことを期待しているの。こうして一緒に戦えるのはあなたの努力の結果だし、私はとても光栄に思っているわ。だから約束して、無理だけはしないで。責任感が強いのはわかるけど、自分の限界を超えるようなことはしないで。私が言いたかったことは以上よ。わかった？先輩、時間ある？一緒に偵察任務しようや。阿天魔女を攻める前にまずは道を探そう。目標、大橋。了解。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。この道は前にも歩いたよ。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。わかった。
了解。へっ、心配も理由がないわけやないんやね。セントフォンテーヌのこと。時間がない、急ぐわよ。総員集合、出撃チャンスよ。先輩、セントフォンテーヌの怪物がますます強くなったと思わへん？昔ボス級のやつが、この道は前にも歩いたような、気のせいか。了解。目的地に近づいてるで。この角度から見ると、阿天魔城は本気のせいかな。なんか前とちゃう気がする。了解。隊長、出撃させてください。わかった。
遅い。素材習得、分かった。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。分かった。ここまでにしよう。経路の観察に少しポイントはやはり大橋付近にあるかな。どう？結論は出た？うん、大橋の上空に建築のかけらがたくさん浮いてる。補足したかけらの位置と高さを全部システムに入れて、イカロス飛行機の性能で計算をやってみたけど、行ける経路は全部で4つ、そのうち比較的安全な経路は2つ。お疲れ様キャロル、よくできてるわ。計算機のおかげやで。